東京東部避難実行委員会です。私たちは95年の少女暴行事件の翌年に1000人の集会をやりました。そして東京下町は少し10万人が虐殺されています。こういう中で戦争を考えるとき、沖縄の問題と向かわない限り本当の今19年目に入りました。先日11月には、仲間11人との現地に座り込みに来ました。やはり今の安倍政権が沖縄の人たちの命も生活も全て踏みつくそうとしている姿がはっきりと見て取れました。私はやはり安倍政権が本気で戦争をやろうとしているんじゃないかなというふうに思います。あの巨大な軍事基地を今小学校では戦前の道徳教育が本格的に始まろうとしています。私たちは沖縄の人たちを知らせた沖縄戦や基地反対の運動が私たち自身の未来をも作ってくる、私たち自身の力を求める運動だと思い、今本格的な政権のこうしたやり方に対し、この東京でもっともっと運動を広げていきたいと思っています。今度の週末には仲間12人と沖縄本当にもっともっと物が問いかけた時に、今度東京で自分たちの地域で沖縄の問題を考え、自分たちの問題として訴えていく、広げていく、このことを一番今の安倍政権は恐れていると思います。だからマスコミを潰しているんだと思います。あの国会議事堂を見てください。あの国会議事堂、沖縄を今潰そうとしています。絶対に負けることはないと思っています。私たちはやっぱりこの地域で沖縄につながるのをこれからも本格的にやっていきたいと思います。今日集まられた皆さんと共に東京東部も頑張っていきます。共に勝利の日まで頑張っていきましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。辺野古へカヌーを送る会の山口です。昨年の夏、辺野古で会場でカヌーを漕いで戦っている姿を見て、私たちも辺野古へ行きたくてもなかなか行けない、そういう私たちが辺野古の現地の戦いと本当に結びつく戦いをしたい、カヌーを送る運動を始めました。多くの皆さんの共感を得て、ところカヌーを運ぶための軽トラ、前から席のワゴン車、集会で使うワイヤレスマイク2台、その他ボックスなどを送ることができています。ご協力くださった皆さん、本当にありがとうございました。2月の1日に開き、今後の戦いについて皆さんと討議をしていきたいと思っています。私は先週辺野古に行って、現地で私たちのカンパが本当に生かされていると感じました。そしておつもの以上に私たちの気持ちはしっかりしました。そしてこの私たちの気持ちを受け止め、辺野古のゲート前にいる皆さんと本当に連帯すると言える戦いをこの作っていかなくてはなりません。もう大和王国を終わりにしましょう。あの沖縄戦でボタンの踏みつけ、そして基地を押し付け、基地反対の踏みつけていた、その歴史を繰り返しましょう。私たち大和王国も戦争で反対でした。この国そして、お互いの学生の違いを認め、乗り越えて、大きな力
私たちの供給も可能、そしてより良い社会が作れるんだということを言っていたところでございます。私の練馬区長はこの間5年間にわたり新しく入ってきた職員を中心として、すべて沖縄に連れて行って行っております。沖縄は卒業旅行で行ってきたよ、修学旅行で行ってきたよ、そういう方々がたくさん送ってきてくれます。しかしなぜそこに基地があって、なぜ多くの方々が亡くなってきたのか、その歴史を踏まえているのかどうか、ちょっと頼りないところがあったからそうした事業を行ってきているところでございます。これで5回目に来年の5回目を行いますが、ただそれだけではダメなんです。やはり職場の中で中枢で働いている者たちこそも実際に沖縄の戦いに行こうじゃないかということで、昨年10月には第1波の現地のゲート前での座り込みに参加させていただきました。そしてなんだそんなことやるんだったら次もやってくれ、組合員から声が出てきております。ようやく組合員の中も職場のことだけを考えてたらいけないという声が広くなってきているところは、私どもの背中を執行部の背中を押されているものだと思っております。来月第2波を送る予定でございます。思い返せば辺野古のテントのところで戦いが長々と続いております。あの初めの時に練馬もみんな職員から市民の区民の皆さんからカンパを集め、そして船に取り付ける船外機を送りました。今度の戦いでは物ではなく人を送ろうと考えております。来月の第2波に続き第3波第4波を計画しております。練馬の地で沖縄とは離れておりますけれども、しかしながら同じ戦いを繰り広げていく、そして東京でも何かできる、また違う戦いもあるはずだ、そんなことを思いながら練馬区長の自治労の旗の下で進んでいこうかと思っております。これからどうぞ皆さんと共に歩みを進めていきたいと思っております。よろしくお願いします。今日お疲れ様でした。ありがとうございました。それでは続いて東京で関東で監督する若い人たちの声を聞いていきたいと思います。辺野古の戦いを全国へ、辺野古リレーのメンバーの挨拶です。皆さんこんにちは。私たちは調査の始まった昨年8月から関東から辺野古の座り込み、カヌーの戦い、夜間のトラックの阻止行動、そんなことに参加して、そしてこの東京に戻って自分たちが見てきた現実を伝えながら防衛省にも政府にも抗議をしてきた集まりです。皆さん、私が言いたいのは何よりも現地に行ってくださいということです。東京での戦いとともに今現地では1人でも5人でも10人でも多ければキャンプシュワブに入るトラックを止めることができた、そうした場面がたくさんたくさんあります。防衛省は車道に警察を一列に並べて、みんなが休憩に入った瞬間に埋め立てトラックをどん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 基地の中に入れています。その時それまで休憩をしていた人が、自分は今からなら動けるからその入り口に立って監視をしているよということができれば、そのトラックは止めることができました。夜の間に現場で頑張る中心的な方たちをゆっくり寝てもらうことができれば、その間我々支援者がインターチェンジで車で監視をしたり、ゲートの前で監視をすることができれば、本当に止める局面で必ず止めることができます。今まさ
に現場では私も火曜日までいましたが、入れられたらさらなる作戦を考えて止める。そうして止めたら機動隊は次の作戦を考えて出し抜いてくる。激しい激しい攻防戦になっています。その一方でたくさんの人がテントの中に泊まり込んで語り合ったり、一つ一つミーティングして決めたり、たくさんの差し入れが届いてみんなで分け合っていたんだ。とてもとても貴重な空間が生まれています。東京の皆さん、全国の皆さん、今こそ現地に行って、運転手から夜間の監視から車を止めることから、先ほどの若者が話した見守ることまでやっていきましょう。やっていきましょう。そしてそれをそれぞれの地域に持ち帰って伝えましょう。新たに行く人を作りましょう。私たちエロコリエも今2人の仲間が行き、若い学生を中心に来月も5人が順次向かっていきます。私自身も一番の戦いの局面で必ず行きます。そしてこの東京で暴力の責任者である安倍政権をみんなで倒しましょう。彼らを倒すことが必要です。このままでは本当に死者が出ておかしくありません。私たちは今日3時半で終わったら4時から海上保安庁と警察庁に暴力をやめろと抗議に行きます。みんなで行きましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは3時になりました。抗議行動の準備をお願いします。抗議行動ヒューマンチェーン3時10分、そして3時30分2回行います。ぜひ抗議行動の準備、薄いところ人があんまりいないところに行っていただき、ぜひ手つなぎの準備をしていただきたいと思います。それでは手のこと、もう一つ今緊迫しているのが高江戸ヘリパッド基地建設問題です。東京で首都圏で活躍するユンタク高江戸メンバーが来ています。ユンタク高江戸メンバーからアピールをお願いします。よろしくお願いします。こんにちは、私たちは、東京から、沖縄高江の問題を支援する、ユンタク高江というグループです。辺野古も今大変で、私も毎日インターネットで情報を見てわじわじしてるんですけども、高江の方もあまりニュースにはなりませんが、今も毎日24時間座り込みが続いています。高江は実質今工事は止まっているんですけども、止まっているのではなくて止めています。夜も車中泊で毎日ゲートの前で寝てる方々がいます。ぜひそちらのご支援もお願いしたいと思います。それとですね、今高江で問題になっているのは、その座り込み排除を法的に防衛省が画策しているという問題があります。今県道沿いの路肩をテントを立てて座り込みをしているんですけども、その部分を日米共同使用の場所だったんですけども、そこを米軍専用地に変えて、で立ち入ったら仮処分で裁判で訴えると、そういう脅しをかけてきています。そういうことに対して住民の方々も防衛局に何度も要請に行ってるんですけども、詳しいことを教えられない。でもういつ排除されてしまうのか皆さん怯えながら、それでも絶対に引かないと座り込みをしている状況です。で、私たちとしてもそういうこう中央で決まったことでいきなり排除というのは絶対におかしいと思っているので、今度の火曜日ですね、27日ユンタク高江主催で関係省庁に申し入れを行います。朝の10時半に永田町駅に集合して、最後ボールが4時半に防衛省に行きます。
で電話、各省庁に私たちもちょっとドキドキしながら電話したんですけど、本当に冷たい態度でした。申し入れに行きたいと、要請書を渡したいと言っても、大体郵送してしてくれと会ってもくれない省庁がほとんどで、一応手渡すのは防衛省、林野庁、福島県東京事務所、こちら手渡します。で、まあ手渡せないんですけども、一応省庁前でアピールをしようということで、あと外務省、法務省、その他いろいろ回りますので、ユンタク、タカエ、インターネットなどでチェックして、ぜひ皆さんご参加ください。東京からも声を上げましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。皆さん、3時15分ヒューマンチェインあります。大丈夫でしょうか、準備は。こちらだと思います。続いて、キャサリンチェイン、アピールをお願いしたいと思います。よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。私はキャスリン・ジェイン・フィッシャーと申します。沖縄は20年ぐらい触り込みしています。私のスピーチする間は3分です。その間、みんなも触り込みしてください。できる人、座ってください。外国のマスコミのためには、私が英語でスピーチします。もうちょっとそっち引っ張ってくれると、プロが来ちゃった、寄ってきちゃった。 Time keeps on ticking into the future. すいません、ありがとうございます。 I have been given 3 minutes of your time to talk today. I ask you to all sit down. Today my speech is an open message to Prime Minister Abe. Time keeps on ticking into the future.For nearly 70 years, the U.S. military has been blatantly raping, murdering, and committing crimes against the people of Okinawa. The Japanese government does nothing to help us. There was no rape crisis center for all those years. Imagine that. For over 10 years, I was forced to search for the U.S. servicemen who raped me after he fled Japan. My case was blatantly boycotted by the U.S.military. I was treated like a criminal. I was treated like for over 20 years. The Okinawan people have sat down and peaceably protested day in and day out in hopes to save a coral reef from being destroyed. 20 years, and I ask you to sit for 3 minutes. Why am I here today?I'm trying to make a difference. I'm fighting for the future of my children. 私の子供も沖縄人。We're not Okinawans. What have we done to our world? Terrorism is rampant and we all condemn this. What is terrorism? Terrorism is the use of violence against civilians in the pursuit of political goals. What have we done to our world?The people of Okinawa are trying their utmost to save a coral reef from destruction. The riot police, in acts of violence, are injuring 80-year-old civilians in Okinawa to the point of hospitalization. I ask Prime Minister Abe if the use of violence against civilians in pursuit of political goals is terrorism, then we have terrorists now in Okinawa. When I was raped, my life was destroyed.I was treated like a criminal in the same way that Okinawans are being treated today. My life was destroyed by a U.S. military serviceman. And now the Japanese government is trying to destroy Okinawa. You sat for 3 minutes. Okinawa sits for 20 years. The U.S. military destroyed my life. But I will continue to use my voice to end rape in Okinawa and to stop the construction
the destruction of Vietnam. Today, I make a plea to the world to listen to my voice. Despite 去年ね、これを海上保安庁の前で私、ヘネコで飛び込みしました。私のメッセージは、Don't rape us! Don't rape the sea! ありがとうございました。時間はだんだん過ぎていきます。今日私のスピーチは安倍首相への直接のオープンメッセージです。70年間米軍は沖縄の人たちを明らさまにレイプして、殺していろんな犯罪を犯してきています。しかし日本政府は私たちに何も助けようとしません。当時長年レイプの被害者を支援するセンターもずっとなかったです。それ想像してみてください。私は10年間も私をレイプしたアメリカの兵隊を自分一人で10年間探さなければいけなかったのです。日本を逃げて後でもずっとアメリカで探しました。そして米軍は私の事件を明らさまにボイコットしようとしていました。私は犯罪者のようにゴミのように扱われました。20年間沖縄の人たちが座り込みを平和的にずっと抗議しています。20年間、そして私たちは今日今ここで3分、たった3分を座っています。私は今日なぜここに来ましたか。私は自分にできることをやろうとしているだけです。自分の子供たちの未来のために戦おうとしています。私の3人の子供は沖縄人です。沖縄の血も私たちの体中流れています。私たちはこの世界に何をしようとしているのか。テロというものは世界中にあります。それはもちろん許してはいけません。しかしテロとは何でしょうか。テロというのは政治的な目的のために市民に暴力を使うことです。では沖縄で何が今起きているのでしょうか。沖縄の市民がその珊瑚礁を守ろうとしていて、それで機動隊が暴力を使って80歳の市民でも入院させるぐらい暴力を使っています。安倍首相に聞きたいのです。市民に対して暴力を使うということがテロなのであれば、今は